鼻の前に持ってくる前にいい香りがたる、うん、すごい,い,い香りいただきます、うん、あ、優しいでしょ優しいこれ今度はだからあの米なんようん。そのフルーティーな感じじゃなくてまあフルーティーなんやけどでも米米の甘みがちゃんとあるでしょはー、うん、あのこれって、うん、すみません <laughs> はい。 どんどんいただけそうなそうです行っちゃいますよそうそうそう当ていらんのよ当ていらんのよそう,うあの冷やすもよしやけどこれちょっと冷蔵庫から出してちょっと立ってるけどやっぱりあの常温に戻ってもすごく美味しいまろやかになるどんどんまろやかになりますかしわっていうお酒ですかしわはいはい、はい、あのね、えー、豊野鶴酒造って言って、うんうん えー、千葉の南房総にあるんだけど1781年ぐらいからできた蔵らしくてなんか蔵がとってもね、うん、趣ある、うん、あの家屋で,で赤レンガの蔵もあったり木造のもあったりして代表作は「大滝城」っていうお酒があるらしいんだけど<ー>これはでも柏市のシンボルバード鳥,<あ>鳥が,そ,がそうなんだって。は それで多分こういうのが書いてある。スズメ目カラスか。うん。うん、へえ<ー>。芝桜とかカタクリひまひまわりとか多分これ柏市のあれだと思うよ。あカタクリひまわり芝桜。うん、へえ<ー>。そう私ねこういう。 あの感じめっちゃ好きなんよ、うん、これはでもね、うん、多分ファンになる方多いですよ、うん、特にあの女性ファンも獲得できそうな気はするうまろやかで優しくてしっかり米、うん、米,米米しとったらみんなやっぱり親父の酒っぽい,そい,いって思ってもんやろでもやっぱりこのふわっといい香りにのせられて。 わこの当時さん会いたい気はするねでああ上いこと作っとよねそうそうもう工事ももろみも全部あのもろみじゃない工事もあの手作りしてるらしいはあ女性じゃないんだろうねあどうだろう女性のあれもおるかもしれんね当時さんもそう今それをふと感じましたけどもねうんうんえ何をそんでからあてははいあ変な開け方してるものえあそうですかえ大丈夫ですよ。 大丈夫、え、長さしっかりい。はい、<laughs> いやいや、あのね、すみません。あの、投げるよ。いや、距離はあるけど、どこいった?<う>一個。あ、一個、ここに入っとる。<laughs> ご,めごめん、ごめん。ピーナッツ。えっ、ー、とね。うん、これはね、中手豊かっていう種類なんだって。うんうん、まあ、おそらく、私が千葉県民に間違われたのは、おそらく、うん、まあ。ピーナッツなんでしょうね。ねそ,、うん、そんな顔しとよ、うんよ。うん、チョコボールじゃなくて、よかったよ。<laughs> あのこれねそうそう落花生の「うまい」とか「そうじゃない」っていうのは、うん、こう口に含んだ時の,あのこう乾き具合というかへ<ー>でかつカラカラでもダメ、うん、やっぱりしっとり感がないとダメなんだけど、うん、この適度な乾き具合としっとり感のバランスなんんでこ目に語る？う <laughs> ん。と <laughs> 落花生について突然めっちゃ、うん、真面目な顔して語り出したけど、うん、そうそうそう落花生 <laughs> 落花生はねほらそうだよ語らないと <laughs> そうなんや